北海道のですね、とあるレンタカー屋さん、やっぱりあの事故を起こすお客さんも結構いるそうなんですけれども、車ぶつけてくる、大破してくる、事故を起こす、7割が外国人という話でした。あの外国人の人、右ハンドル不慣れなこともあるかもしれませんけれども、日本人とちょっと感覚が違ってですね、ちょっとぶつけちゃったの、ちょっとがちょっとじゃないらしいんですよ。そういえばズダボロになって走ってる車、よく画像なんかで見ますけれども、その場合にですね、保証とかはどうなってるんだろう、いう話であります。旅行の外国人に車ぶつけられて保証を求めてやり取りしてるうちに帰国しちゃって踏み倒される、泣き寝入り、こういう事例が増えております。外国人、日本国内で運転するなとは言いませんけれども、がっちりとですね、保証充実した、保険に入ってほしいんですよね。中には無免許で車運転している不法滞在者なんていうのも多数おるという話であります。まあ不法滞在している時点で犯罪者ですから、無免許運転なんていうのは怖くありません。そういう人らに引かれたら引かれゾーン、殺されたら殺されゾーンになってしまいます。現在日本には不法滞在者が25万人いると言われております。この25万人というのは全国の警察官の数とほぼ同じであります。全国の自衛隊の数とほぼ同じであります。これだけの数の外国人が不法滞在で地下に潜伏してんですよ。皆さん怖くないですか？一斉に放棄されたらどうしようか、考えてしまいますけれども、25万人のうちの何人かが車の運転、無免許運転しているか知りませんけれども、恐ろしいことであります。不法滞在者増やし続けた原因は外国人実習制度、外国人実習制度中に毎年9000人もの外国人が失踪し行方不明になっております。これがそっくり不法滞在となって日本の治安を脅かしております。外国人実習制度、名前を変えてもっと凶悪なものにして生き残るそうですけれども、米国からも奴隷貿易はやめろと批判されてるんですから、岸田政権は外国人を輸入して働かす、そういうことをやめてもらいたいと思っております。